ちり紙交換機。誰にでも魅惑的な職業というものがあると思う。あれをぜひ一度やってみたいなと思う職業のことである。現代の若者にとって魅惑的な職業はカタカナ業だという。デザイナー、イラストレーター、ディレクターといった類である。僕にとって魅惑的な職業はちり紙交換屋さんなのである。全部カタカナというわけにはいかないが、ちり紙というカタカナだってちょっとだけ入っているのである。日曜日の朝早く、毎度おなじみちり紙交換と叫びながら運河のごとく押し寄せてくるちり紙交換屋さんを、人はうるさいと言うが、僕は尊敬と憧憬の眼差しでずっと見守ってきたのである。そうしてついにその望みが叶えられる日がやってきた。記者の H さんがやっと段取りをつけてくれたのである。ちり紙交換屋さんはなぜ魅惑的か、本当のところ僕にもよくわからないのだ。ただ世間をはばかるようなあのマイクの呼びかけが魅惑的であるのかもしれない。世間を騒がせて申し訳ない、本当に申し訳ないと裏路地をうろちょろする姿勢が好きなのかもしれない。俺はうるさがられているんだろうな、いやきっとうるさがられているに違いない、申し訳ない、本当に申し訳ないと恐れおののきながら裏路地を回っている時、ちり紙屋さんと声をかけられた時の喜び、感激、それを想像するといても立ってもいられないほどの憧れと焦燥を感じるのである。ああ早くやってみたい。一体ちり紙交換という物々交換を思いついた人は誰なのだろう。終戦直後は着物とお米などの物々交換が流行ったけれど、この貨幣経済の世の中にたった一つの物々交換が戦後24年を経て突如よみがえったのである。経済大国日本がたかがちり紙のために日曜日の住宅地は大騒ぎになってしまったのである。こうして騒いでいる住宅地をさらに騒がせるべく、僕はとうとうちり紙交換専用車に乗車してしまったのである。いよいよ本日乗車という日の朝、家で寝ていると遠くから毎度おなじみというおなじみの声が聞こえてきた。野郎来たなと飛び起き、昨日の友は今日の敵、かつての憧れの対象であった人々も今日ばかりは敵となったのである。闘志が全身にみなぎる。やったるで。やはり自分一人でというわけにはいかず、本職の S さんという人の車に乗せてもらうことにする。 S さんは50絡みのおじさんで交換歴2年のベテランである。車は中型のトラックで、天井にスピーカーがついている。運転席にはさぞかし複雑な機械が備え付けられていると思いきや、小さな薄汚れたマイクが転がしてあるだけである。まず中野近辺を回ってみましょうということになり、我がちり紙交換車はしずしずと動き出す。感動が胸を走る。ああ我が積年の望みが今ここに達成されようとしているのだ。おごそかに我がちり紙交換車はよたよたと動き出す。まず S さんがマイクを握り、例の文句を例の世間をはばかる調子で放送し出す。毎度おなじみのちり紙交換でございます。古新聞、古雑誌、ボロ切れ、段ボール、壊れたテレビ、洗濯機、その他何でもご不要のものがございましたら、多少にかかわらずちり紙またはトイレットペーパーと交換しております。どうぞお気軽にお手を挙げてお知らせください。こちらからすぐに伺います。意外と長いのである。
ではどうぞとマイクを渡される。いよいよ晴れの舞台である。車の外を人が通る。家の中の人も聞いているであろう。緊張で顔が真っ赤になる。手が震える。油汗が額に滲んでいる。滲んでくる。初めてテレビに出た時よりも上がっている。ま、毎度おなじみちり紙交換でございます。古新聞、古雑誌、何でしたっけと隣の S さんに聞く。これがそのままスピーカーから放送されてしまう。この何でしたっけが聞いたのか、はるか先方でお手を挙げてくださる方が目に入る。あ、いました、いました。これもまたスピーカーから放送されてしまう。早速飛んでいくと、壊れた冷蔵庫とトタンが数枚、それにパイプみたいな鉄くずが数十個と新聞紙が少々。やった、ついにやった、この戦果を見よと誇らしげに S さんを見上げると、 S さんは仕方ねえなあという顔つきをしている。新聞紙はともかく、最初からこんなにたくさんの鉄くずを獲得したのにと不審に思って後で聞くと、鉄くずは重すぎて嫌だという。新聞は問屋へ下ろすと1キロ9円50銭、鉄くずもだいたい同じ値段だという。どうも僕らは戦争中の鉄不足が身に応えているせいか、鉄と見ればありがたがる習慣が身についてしまっているらしい。さて、ただいまの収支決算は次のようになるのである。まず冷蔵庫は100円、ちなみにテレビも洗濯機もみんな100円。鉄くずの買い値はキロあたり3から4円だから10キロで30円。新聞紙2キロ、新聞も買い値は3、4円で6円、合計136円。丸巻きのトイレットペーパーを4個渡す。トイレットペーパー1個だいたい30円の計算である。4個で120円ではあるが、この辺は都合の良いように大雑把に考えるのである。これを問屋に持っていくと、冷蔵庫250円、鉄くず古新聞は9円50銭だから計12キロで110円、合計360円。支出の方は120円だから差し引き240円の儲けとなる。さらにトイレットペーパーは8掛けで仕入れるから、その分も儲けに入るわけである。初仕事240円の儲けに気を良くして再び乗車。今度はよどみなく毎度おなじみが口をついて出る。放送しながらも油断なく各家の玄関窓に目を光らす。見逃したら一大事、240円が不意になる。ずっと先のアパートの玄関で幼児が手を振っている。閉めた、また240円と馳せ参じれば、この子はほんの数枚の新聞紙を手にしているだけである。これを交換してこいと母親に言われて出てきたらしい。仕方なく一番安いトイレットペーパーを渡す。これとて原価20円はするのである。これはよくやられる手で、母親の方もそれを承知で子供にその辺に散らかっている新聞紙を数枚持たせてよこすのだという。こちらは多少にかかわらずと明言しているので、交換しないわけにはいかないのである。世の中せちがらいのである。釣りに絶好の釣り場があるように、ちり紙交換にもここへ行けばというところがあるという。立派なお屋敷が続くようなところはダメで、新興住宅地、ボロ屋、社宅、マンション、アパートといったところが良いという。理由は簡単で、大きな家には大抵物置があり、そこへしまい込んでいるのである。アパートやマンションや社宅はしまうところがないから、しょっちゅうちり紙屋さんに出さなければならないということになる。
中野近辺は収穫少なく練馬に向かう。マンションから声がかかる。4階である。夫婦言って駆け上がると、どういうわけか不機嫌な顔をした若奥様が子供を叱りつけながら古新聞古雑誌をどんどん持ってくる。先方は不機嫌だが、こちらは大ニコニコで、どんどん持ってくる古新聞古雑誌をどんどん縄で縛る。古い電話帳もある。電話帳はお安くなりますよと S さんが言う。どういうわけか電話帳は安いのだという。電話帳も雑誌も同じようなものなのに、なぜか電話帳は安いという。 S さんもどういうわけかわからないという。ここは全部で10キロほどあり、トイレットペーパー1個。しばらく流していると、来た来た、向こうから商売がたきがやってきた。放送の文句も当方とはちょっと違う。毎度お騒がせしております、ちり紙交換でございます。むむ、できるな。素早く敵の荷台に目をやると、戦火は当方とちょぼちょぼ。むむ、できないな。ほっと安堵の息をつき、すれ違うとき余裕を持って軽く会釈。お互いの両刃を荒らさないように右と左に分かれる。曲がるとすぐ声がかかり、今すれ違ったばかりの敵にせっかくの獲物を取られてはならずと息せき切って駆けつける。生存競争は厳しいのだ。玄関に出された古新聞古雑誌の中に電話帳をめざとく見つけ、すかさず、電話帳はお安くなりますがいいですかと、今仕入れたばかりの知識をひけらかす。古新聞のすぐそばにヘルスメーターが置かれてあり、すでに全重量を測ってあるらしく、おばさんはごまかしはできませんよという目つきで腰に手を当ててこちらの測りを睨んでいる。よく見ると奥の方で旦那もこちらを睨んでいる。非常に猜疑心の強い夫婦であるらしい。お昼から夕方の4時ごろまでやって、新聞雑誌が200キロと鉄がやはり200キロぐらい。車代1日500円、ガソリン代がだいたい500円。合計1000円を引いても、ま、2000円ぐらいにはなったんじゃないのと S さんはにっこり笑う。道端に車を止めて S さんが仕分けをしている間も、僕はまだ未練げにマイクを握りしめて、毎度おなじみちり紙交換と連呼する。この快感は一度味わったらなかなかやめられるものではない。毎度おなじみちり紙交換、古新聞古新聞古雑誌古女房とやるのは漫画の古いアイデアだけれど、よく考えてみると夫婦交換というものだってあるではないか。スワッピングとか言って当節かなり流行っていると聞くが、いっそのことちり紙交換と同じ方法でやったらどうか、どうだろうか。日曜日、自家用車に古女房を乗せ団地などを流して歩くのである。文句はちり紙交換と同じで、だいたい次のようになるだろう。毎度おなじみ夫婦交換でございます。お宅の壊れた古女房と当方の古女房の交換をいたしております。お気軽にお手を挙げてお知らせください。こちらからすぐにお伺いします。